日は急に思い立って人生初の潮干狩りにでも行ってみようと思っておりますが、これなんだ？芋かな？私芋掘りもやったことないんだよね。おや、みかんは一年中なってるもんなのかな？こんにちは。すごい綺麗ですね。全然手の手をこまねてするのがないですね。そうなんですね。あ、本当ですか？ありがとうございます。ドクダミ？あ、はいはいはい。なってきたという、それだけをバーッとはびこらせてね、白くしようと思って。お言葉に甘えてお邪魔しました。おや、ザリガニ。お、こっちにもいっぱいおるの。おや、トンボだ。またあのトンボだ。今の時期トンボいるんだね。じゃあ冬場もまたここが。そうですね、ね。水仙だって。この青い朝顔みたいな花は、外来種ですよね。どんどん伸びてきてね。あのビワは自分で取るんですか？ね、高いですもんね、あれね。ご飯になる。いやー、お邪魔しました。ありがとうございました。やったー。で、こちらが大森の商店街。なんだかとっても綺麗になっておりますな。たこ焼き屋さんがあるよ。なんだこの花、大根の花じゃないもんね。これはドクダミかな。ことをやってるからね、なかなか潮干狩りにたどり着けない。で、私は熊手を物色しております。どこに売ってんの？園芸コーナー。これか、なんかちょっと違くね。で、上にセリアがございましたのでこちらに来てまいりましたが、おっと、あったかな。潮干狩りに最適って書いてある。やったね。おや、大森のバスの駅ちょっと綺麗になってるね。なんだろうこの模様は。日本庭園をイメージしてんのかな。で、乗り場案内見えないけど7番らしいよ。森32、時刻表。おお、30分待ちだぜ。お時間がございますので、バスロータリーのご紹介をいたしますよ。こんな感じでアトリがありまして、大森の駅でございます。色とりどりの植物が植えられておりまして、電話ボックスがございますよ。はあ、ちょっと暑い。お、あと10分ぐらいか。じゃあジュースでも買ってくかね。お、私の大好きな小豆もなかがあった。デラウェアってちょっと変わってるかな。なんてことをやってたらまたバスが来てしまった。よろしくお願いいたします。ではでは、しばしバスの車窓から景色をお楽しみくださいませ。で、この辺りはこの前来た平和島の駅の辺りだね。この辺は歩かなかったからね。
町公園はただいま臨時休業中です。京浜大橋って大田市場じゃんね。はい、大田市場にやってまいりました。中入るんだね。こちらが事務棟駅かな。で、ここは都バスのバス停ね。で、ゴミ処理場があって、水産にはどうやって行けばいいんだ。なんか都バスのバス停がいっぱいあるね。また都バスだ。水産棟前はどこかしら。発泡スチロールの処理場があるんだ。駐車場があるね。で、戻ってきちゃったな。ではまたいつかリベンジいたしましょうかね。で、お次が城南島2丁目。おや、なんだこのちょっとした結婚式場みたいなの。まさかここに結婚式場はないだろうしね。気になるわ。こちらが城南島工業。椅子が用意されてていいね。はい、着きましたよ。城南島4丁目。循環だから帰りもここに来ればいいんだな。おお、なんてスタイリッシュなビルなの。迷わないね。ありがたい。早速飛行機がお出迎え。やったー。今日はいい日になりそうだ。コミュニケーションマップ。コミュ障なんですけどね。大丈夫でしょうか。で、バス停はあっち。はい、そっちから来たからね。合ってますよ。矢印がね。今度はこっち？え、結局どっち？第2と第1で分かれるってわけね。で、ここが第1入り口。歩行者はこちら？はい。ペンギンさん、精が出ますね。ありがとうございます。冷やししるこあるかな。いつの間にこんなレンタサイクルできたんだ。最近よく見るね。受付がございますが、これはなんだ。ドッグランとスケボー。キャンプがねできないもんね。お店がにぎわっておりましたが、すっかりクローズ。残念。アイスはここにございますよ。そしてなんだかやたら南国な雰囲気。ここは沖縄に間違いない。当面の間お休み。で、あちらが羽田空港ね。飛行機がいっぱいございますよ。で、あっちはお台場かな。
お、潮干狩りを楽しまれる方へ。はい、今は6月なので一番遅くまで空いてるかな。やったー、船と飛行機のコラボレーション。ぼーっとするには最適だ。こんだけ飛行機飛んでるということは、皆さんお出かけしてらっしゃいますね。潮干狩りってどこでやんの？どうやってやんの？どの辺で取れんの？全然わかんない。まずはアジトを作りましょう。熊でデラウェアのジュース、靴を脱いで、靴下脱いで、いざ出陣じゃ。どこで掘ったらいいんだ。おー、波が来るとちょっとひるむ。気を取り直して、ここじゃ取れないのかな、もっと中に行くのかな。おお、ちょっと冷たい。だんだん慣れてきたけどね。ちょっとひるむ。おお。アサリどこ？一個ぐらい見つけたいんだけどな。ないけどね。目印ないかな。一個発見、ちびっこ。逆に難しいと思うんだけど、あんなちっこいの見つける方が。でもでっかいの全然ないんだもん。うおー、波がでっかい。っていうかカメラが波に揉まれております。やばいやばい、早く気づけばか。助けて、もう一個も取れない。飛行機空輸してきて、私のために。もうホットデラウェアになっちまった。まずい。気を取り直して、時間があったからコンビニでエビとブロッコリーのサンドイッチを買ってきましたよ。なんだ、お豆かな。うまい。なんだ黒船、やらねえぞ。なんたって俺のアサリが一個も取れてねえからな。
黒船到着前に完食。では気を取り直してもう一回。黒船も諦めて帰っていったわ。残念だったな。で、肝心のアサリってこの中なのかな。なんかこの辺な感じもするしね。いやでもそしたら全然取れる気がしない。何時に来ればよかったんだ。いやーなんだこれ。とりあえず拾ってみようと思ったら、なんか白いアサリっぽい形のが、よいしょ、いいと取れた。おー、ゲット。ではこの2つをアジトに持って帰りましょう。あら素敵。なんてやってる余裕は私にはない。結局ちびっこ1、ちびっこ2、ちびっこ3、そして巻き貝。ではこのちびっこはリリースしてきます。結局飛行機もあんま飛んでこなかったな。うわーびっちょり。でも面白かったからクマでも買ったしね。また来ようかな。てなわけで、次回はこの公園内を少しご紹介いたします。お楽しみにね。